しれません。さあ、地元和歌山出身、大阪清風高校から日体大を経て、この4月企業銀行に入りました中村義和です。今回は乗ってますね。乗ってます。はい、昨日の規定は2位、持ち点を加えた代表選考では現在3位。マジャールから入りますか。あ、マジャールのタットビですね。マジャールではなくてテム・キードから入りました。これで戻りがマジャール。ありますね。はい、スピードは彼がありますね。このアンバーは非常に得意としてるんですね。170センチの長身、ちょっとスリムなんですけどもね、体は。こういう体型の選手っていうのは非常にこのアンバーが優位に働くタイプですね。ちょっと足が当たってますね。ちょっと後ろにかかってます。あっと落下。これで 0.5 の減点になります。ね、後ろにこう体重がガッとかかってきましたね。ちょっと振り回すスピードがなくなったというところもありました。もったいなかったですね。はい、大きな失敗。まあ、彼自身このアンバの得点は2次予選では最高得点を出してるんですよね。そうでしたね。昨日のアンバの規定も最高得点ですから 9.75 というね、はい、まあ、得意な技だけに、種目だけにちょっと惜しまれますね。途中で、はい、動きはちょっとこの押しが足らないと言いますかね、手の押さえが足らない、まあ、これも一つ彼にかかったプレッシャーの一つなんじゃないでしょうかね。なるほど。はい、あの最初の床の演技が、はい、あの紹介することはできませんでしたが 8.95、 ちょっと場外に出ましたね。あ、ラインを黒い、はい、あれがありましたか。着地の時にちょっと手をついてしまいました。まあ、ちょっと固くなってるんでしょうかね。まあ、地元ですから、はい、まあ、立ち直るでしょう。この後に期待しましょう。はい、先ほどの知念選手のあん馬の得点は 9.40 でした。9.40